寒い。もう寝る人。もう寝る人。こんばんは。今の今まで滝野恵美子ラスト配信 STU48 メンバーとしてはラストかもみたいな配信を聞きながら髪の毛乾かしたりしてたんですけど、通常営業すぎていい意味で、あの子本当に明日卒業するってぐらい通常営業で、だってヨモギ風呂の話ずっとしよってアレルギーかもってなんかだからより悲しい、なんかよりこっちが引きずるのってそういう子だよね、なんていうの、なんか変わらないというか亡霊になっていくんだこうやってと思いながら聞いてた。海ぶどう食べて、海ぶどう食べて、私片付けてくる、カタカタカタ、何やってるんだと片付けてくる、カタ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 ってて去ってて、通常営業かって。でもな、逆に通常営業だからこそ切ない。え、てかさ、私さあのツイートしたじゃないですか、絶対ゲットするってニャーポポのやつ、あれランダムって知らんくてさ、ニャーポのグループラインでさ、私これ絶対ゲットするって言ったらあかりんがランダム泣いたって言っててさ、で私そのグッズのところに行けないから、あのファンの人いるから行けないからさ、取り置きお願いしますって言ったんですよ。メンバー特権で忖度されるかなと思ったら絶対されなかった、ランダムですって言った切ない切ない、そうだよね。できないらしいわ、どうしよう、だ誰でも嬉しいけど、だ誰かトレードしようねえ、そうだよね、そうだよねって、メンバーだからっていうのないよねと思って、そうだよねって誰かトレードしよう私とそう、結構な種類だからなかなか厳しいものがあるなと思って、そう、誰かトレードしよう。なんかユミコが写ってるやつは全部明日のみなんだって、もうそれはあのツイート公式のやつに書いてて、そう、ユミコが写ってるやつはもう30日のみみたいな書いてて、そう、なんだよ、ちょっと聞いてみる、もう一回ズルしようとしてるもう一回本当に本当にってゲットしたらね、宣伝するよって公演始まる前にもゲットしたってツイートするよって。だってあかりんがなんかグッズ担当の人にあのいつもツイートしてくれてありがとうって言ってグッズ一式もらってたんですよ。だからグッズ担当の人もロボットじゃないけ確かに触らせてもらえばワンちゃんっていうか自分で選ぶって書く意味は触って決めるって確かに触ればとりあえず粘りながら、みんなが会場する前ならその場所に行けるじゃないですか。だからもう会場入りしてリハ行く前にグッズのとこ行って触っていいですかって言ってなんかみんなが撮る頃には私の指紋がベタベタかもしれん
確かに形が全然違うもんね。でみんなはちょっと担当の人とかいる前でベタベタ触らないじゃないですか。ランダムはいこれですみたいな感じで渡されちゃうから多分ね、私あんま行かないけど、メンバー特権でちょっと みんながこれさから先ゲットするの全てに指紋をベタベタつけて、そうベタ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 つけてそうチェックしたいと思います。私あかりんにニャッポグループで言われるまで気づかんかったからね。指紋付き、ミーヒン指紋付き。そうしよう。そうしよう。今マネージャー担当マネージャーさんに。っていうか自分で選ぶ。触って決めるって送った。そう。私の担当マネージャーさんしていないけど。っていうか私あのファンクラブに。ニャポッポの写真を載せる予定、今日の7時ぐらいにバーッと送ってるんですけど、結構まあ大量に送ったんですよ。もう明日以降はユミコが写ってる写真ってなかなか多分載せるのが難しくなっちゃうから、そうだからどこか形に残したいと思ってもう200何歩載せてるんですけど、まだ投稿されてないよって思うじゃん。マジで、あのこれ担当マネージャーさんが全部投稿してくれるの送ったら1枚ずつ追加していかなきゃいけないらしくて、200何枚やってるらしくて、ごめんだけどよろしくって言って、選ぶマネさん、いや私がもう厳選してます。もう200、私がもう厳選しても200ナンバーあったんですよ。でもこれ全部とあの写真のフォトに投稿してほしいですって言って1枚ずつ追加でやらんといけんくて、しかも1回で投稿するんでるのが100枚なんだって。だから3つに分かれます。3つに分かれます。だから8時7時8時くらいに電話した時はちょっと時間かかるから9時過ぎになると思うって言うけど、だいぶ9時過ぎ、だいぶ過ぎてだからほんとごめんねと思って、そうなんか信頼はしてるから、そう全部アップされるといいねみたいな、そんな心配はしてないんだけど、そうでもとりあえずめっちゃ時間はかかるからごめんねって。今頑張ってくれてるはずだ。多分240ぐらい。だからめっちゃあのメール来てから全然投稿されんやんみたいな。頑張ってくれてるので少々お待ちください。今日中にねできたらいいけど。明日だと思ってたけど、なんで明日だと思ってるの？私明日なんて言ってない。今日って言った。でも7年間分をメールタイトルに明日卒業公演って意味気が合わんかった。明日卒業公演って意味の明日ですね。そう、何話すんでしたっけ。なんか7年にしては少ない方だけど、200何枚で厳選したし、私結構フォルダの写真消さないタイプだからほぼ7年分あるんですよ。見つけきれんくて
見つけきったので厳選して200過ぎだったので、そう、そう、だから明日明後日にもしかしたらファンクラブの写真借り1、2枚ちょっと SNS で使うかもしれないけど、ちょっとファンクラブ限定でしょって思わないぐらいはあるので同じ構図のやつがもしかしたらね、どう SNS を自分が動かしていくかわかんないんだけど、そう、でもなんかユミコがなんかいろんなとこでお別れを言う場所を作ってくれてたというか、あ、私にとかじゃなくてファンの人にね、卒業コンサートもそうだし、お話し会も結構ギリギリのギリギリまで参加してくれてさ、っていういろんなとこでお別れを言う場所をくれてたからこそまたあるんじゃないみたいな、なんかないんだけどねめっちゃ前髪よく明日で最後なんだけど、ユミコの優しさがよりまた実感を沸かしてくれないというか、だしなんか卒業公演とかも卒業コンサートとかミヒ泣かなかったんですよ。でなんか泣かないイコールなんか良くないみたいな感じで一回言われて一回争ったんですけど、ショールームなんでとめっちゃ泣くの我慢してたのになんでそう言われていけんのやってなんで、でも私はすごく笑顔で見送りたいってないろんな泣き顔をやっぱ見せてきちゃったか、ゆみこになんか笑顔で見送りたいと思って結構卒業コンサートとかも我慢して笑顔で入れたから、ユミコの最後の目に映る ST4 石田みなみは笑顔でありたいと思うから、なんか多少はやっぱ無理かもしれないけど最後の最後でやっぱ笑顔でいたいと思うから明日も泣かないって決めてて、そうっていう、なんかでもそれはなんかそういうその気持ちも本当だけど、けどなんか卒業コンサートに関してはまだユミコいるもんみたいな、トトロいるもんみたいな、メイちゃんみたいな気持ちで、なんでユミコまだいるもんっていうので心を保ってたというか、そうだって卒業コンサートの次の日のお話しかユミコにいたしさ、まだいるもんねって思いながら保ってた部分があったから、明日から本当にいないのと思って明日本当にいないのと思って信じらんない。だからこんなに仲いい人が卒業する前日なのにこんなに明るいのはそういう理由だよね、分かんないんだよ本当に、本当にいいと思って疑ってる。そう、なんか正直卒業、みこがぶっちゃけ卒業した後にご飯行く約束とかもしてるから会うんですよ、日にちは言わないけどさ30日以降もゆみことプライベートで会うんですけど、そういうもんじゃないじゃん、もういなんかゆみこのセンター楽曲が多かったからこそなんかわーっていうなんか誰がセンターでも ST って輝けるグループだと思ってるから、これから先ゆみこのセンターポジションに誰が入ろうとめっちゃそれはそれでいいものになると思うのね私は、けどそれとはなんかまた別の感情というか、わーって思ったら、なんか花は誰のものって結構 STU 楽曲やってて、なんかコンサート周年コンサートと何が違うのとかフェスとかでやる曲も一緒になっちゃうから、なんか使い分けというかなんかパターン化しちゃってて、なんかちょっとマイナスなっていうかみんなの意見を聞いたりとかもしたけど、聞いたこともあったけど、でそれは私も理解できるというか確かにと思う部分もあるけど、卒業公演って捉えるといい公演だなってなんか元々好きなんですけど花垂公演は
普段やらない楽曲がこうやって明るみに出る場所っていうのもあったから、なんか卒業公演ってなるとなんか例えば僕恋が僕恋のままだったら STU の楽曲を大半しないまま卒業みたいな、僕恋公演が卒業公演だとしたら奇跡という名のストーリーぐらいじゃないってなるとやっぱ寂しいじゃないですか。ってなるとやっぱ離れってすごくいいなみたいな思うわけよ。でもやっぱ STU 楽曲オンリーだからこそ全ての曲の思い入れだとかここの曲の曲でいつも目が合ってたなとか思い出しちゃうから引きずるよね引きずっていくよね多分引きずるよね。あかりんとも、あかりんとも今個別で連絡取ってて、ゆみことも個別で連絡取ってて、ニャポポライム動いててなんかニャポって結構誤解されやすいというか、マジでいい意味で大人の付き合いなんですよ。なんか大人の付き合いって言ったらあれなんだけど、マジでべったりしないんですよ。私正直誰にもそんなことしないんですけど、絶対隣の席座ろうねみたいな、絶対同じグループになろうねみたいな個室が依存がなくて、正直私誰に対してもないんですけど、みんな好きだから、みんな好きでみんな誰となっても楽しいし誰と隣でも好きってなるからっていうのもあるんだけどっていうのもあって、アンピーとはなぜ今ちょっと待って今大事な話をしてるで結構言われるんですよ、メンバーとかに本当に仲いいのとか、なんかメンバーどころかファンの人とか、まあ、ファンの人もニャポを応援してる人に言われないけど、なんか私は正直昔はすごく嫌だったの、何をもってそう判断するんだろうみたいな。でもそれって私たち3人がお出かけしてもご飯行っても日常だから SNS とかで言わないんですよ。そう行きましたみたいな特別なことじゃないから、それを言って言ってたら結構な回数結構な頻度で毎回毎回報告することになるから、言わないっていうか、私たち3人でいる時とか携帯ほぼ触んないんですよ、写真も撮らないし、1対1でご飯食べる時もご飯の写真は撮るのにそうっていうのもあって、なんか伝わりきれないところもあって、昔はなんでだろうと思ってたんだけど、今はなんか伝わりきれてない中の中でこんなに仲いいのってめっちゃ良くないみたいな感じの気分になる。なんか知ってるみんなもさすがよく見てるねっていう感じだし、そうだからなんだろう、私たちが分かってればいいのかっていうのにはなってる。これからなんかもう人とかどう人がどうとか関係なく、これから関係を紡いでいくのは私たちだから、私たちが良ければいいんだみたいな、そうっていうスタンスだから、なんだろう、これからも仲良くしたいなって、仲良くしたいっていうか仲良くはするけどさ、住む場所が変わってくるじゃないですか今後、その南とかあかりんとか、その今後も分かんないけど、各々が多分今広島に一緒にいたっていうのがかけがえのない時間だったと思うから、で今ほど会えなくなるなっていうのは確定してるから、それは寂しいね。そう会うことは変わりないけど、今ほどの回数の感覚でとはやっぱ変わってくるから、そこに関しては寂しいね。うん。
感じだね。え、待って、え、ツイッターパーって見た、小林さん卒業のお知らせが出てきた。え、しかも早くない？1月31、2月びっくりした。25分前です。ちょっと後でゆっくり見よう。どのアイドルグループさんも卒業があるから、みんなそれを乗り越えてるんだよね。はかないね。なんか自分アイドルだけどさ自分もアイドルなんだけど、こんなに輝いて、だってね、先日までコンサートやっててさ、STM もそうだけど、ユミコも11月3日に卒業コンサートやってさ、キラキラした姿を目で見たり配信で見たり、その瞬間にいたからこそより儚く感じますね。ちょっと後でゆっくり見ます。っていう心情を喋りに来ましたっていう配信でした物販の話の返事をしとく。いけるかどうかは明日の現地のタイミング次第なので、帯同の人に聞いてください。確かに、そりゃそうだ。でも着いてから、会場に着いてからリハーサル開始まで15分あるから、そこでいける、絶対そこでいける、いける行かして、すごい、マスクって湿気だな。私さ、こっちなんか眉毛綺麗でしょ、こっちだけ描いたの絶対こっちだけ描いたら見せちゃダメなんだけどさ、こっちだけ描いたの、見えるとこだけ。なんか眉毛なんか減っちゃってさ、すっぴんなんだけどさ、眉毛減っちゃってさ、減ったな眉毛と思ったから、描いたっていうかパウダーのやつをパパパって乗せただけなんだけど、こんなに違う。そう、眉毛減ったんだよね。私もともと眉毛しっかりある人なんですけど、なんか減ったの。こっち、まあ今描いてるんだけど、だから別に眉毛減って困ったことはないから別にいいんだけど、描くからどうせな、どうした前髪、ギャー、そう。私結構あのメイクさんとかに眉毛の形がめちゃくちゃ綺麗って、あの眉毛サロンってみたいなとこでさ、眉毛の形、あ、折れた騒がしい、見て、あ、折れた、あいやちょっと直せるかな、どうなって、どうなったのこれ、何がどうなったの、治る、これ治んないね絶対、これどうやって、どうなってたの、こっちに入れればいいのか、ほら、あ、ダメだ、なんか破片、部品飛んでたんかな、あ、違う、逆だ、これは、あ、治った、
治った治った治った。でもすごい見てもうゆる前まではここでカチッて止まってこうだったんだけど、もうストッパーがない、だからここ持ってストッパーがない、ほらストッパーがないから治ったとは言い切れないけど、まあよしとしよう。でもなんかね、破片が飛んでった感じはしないんだよね、近くに何もない。でもストッパーなくなったら飛んでってるのかな。食べなきゃな、ストッパー当てに行かなきゃいけない、くせ毛が。取ってあっても取ってが役に立って、いやいや意外にね、ここをこうするだけでいいから、ここをねこう持つよりもこう持った方がいいから、あるとないとでやっぱ違うんですよ。そう、私は結構前髪の櫛のここでこう微調整したりするから、こうやって微調整するから、ここは必須なんだよね。もう取っちゃえばっていうのができないんですよ。ああ。でもあかりんと連絡取っててさ、本当に明日ってそう話をしてる。飲みに行けそう、行く、誰と、行かないよ誘われた、私行かないよ。なんでいきなりその話になったのかがわからん。由美子さん、なんでご飯行きそう、行けそうなのじゃないの、飲みに行けそうなの、なんかやだそのイメージなんかこの前のファミのことがあるからすごく敏感なんでご飯行けそうじゃなくて、そっちのワード、その言葉選びのキャラですか。やだやだそんなキャラこの前のファミで主要キャラみたいになったから、敏感名品主語じゃないんだって、飲まないんだって。私ユミコとご飯食べると結構お酒なしですよ、二人して結構真面目な話をするっていうのあるのと、お互い明日も仕事あるっていうのあって、結構ユミコとご飯行くときは結構お酒なしご飯が多い。でも矢野ほのかちゃんがいなくなって、メンバー一のそういうキャラみたいないなくなったよねそう、なんかね、コロナ前とかね結構メンバーで飲みに行ってたんだけどね、コロナ緩和したけどやっぱコロナ中に行かなかったみたいな、行かなかった、なんかもう習慣がついちゃって、コロナ前みたいな感じで集まることがなくなったんですよね。なんかもう2年ぐらいそう、なんか行かなかったから、そう、メンバー一というか唯一もうちょっとで剥がれそう。もう明日の公演もこれ私見えるじゃん、やだやだ
アイコジが2期の主要扱い、それは知らん情報だな。2期とお酒を飲んだことが3人ぐらい、結構いた3人ぐらい。リコとヤン、サラピ、いや、リコチとは飲んでないですね。ソフトドリンクで生きていった2人で。ヤンサラピだな。でもあの SKE さんとの非公式チャンネルの時にサラピとアンナとミナミとヒナとマネージャーさんでご飯行ったから、アンナもだからそうか、あるっちゃあるのか。でもなんか STU のメンバーあるあるで言うのが、みんな飲まない気がする。なんかなんだ、私もご飯行って飲もうって別にならんというか、これ分かんない、人によるかな。お家でお酒もストックせんし、お家でお酒飲むのもあんま聞かないし、なんかそう、食べる時間、食べる方が好きというか、食べながら話すのが好きみたいな。だから今日お酒飲みに行きましょうみたいなことはない。ご飯行きましょうみたいな。そう、わかんない、私の一緒に行ったことある子たちはそんな感じ。ご飯イコールお酒みたいな、なんか年齢的にそう思われがちなんだけど、実はそうでもないんだよ。なんか年齢でそう見られるというか、そう言われちゃうのがなんか事実だとやめてよだけど、ね、事実じゃないのを面白がってずっと言ってるのは個人的にはもう面白くない違うって言ってんじゃんみたいな。違うって言ってそれを違うで捉えられないのは悲しいよね。そう、私が唯一お酒を飲む、めちゃくちゃ飲むみたいな、めちゃくちゃ飲むって言い方だけど、飲むのはお姉ちゃんたちとだけかも。ユニバに行った後に韓国料理店のお店みたいな行って、そうお姉ちゃんたちでも、だから帰省したらって感じ。おいっ子の誕生日だって私なんかこれあんまりあれ言ったら、みなみにそんななんかふゆるキュルキュルなイメージを持ってる人いないと思うから言うけどさ、帰省してたんですよ11月19日に。でもおいっ子の誕生日だったんですよね。お姉ちゃんたちが、お姉ちゃんたちってお姉ちゃんとなんかお姉ちゃんの、お姉ちゃんじゃない長女と、なんかあのおね次女の旦那と次女って同級生で、もともとだからその同級生の友達たちと長女がなんか実家に親を迎えに行くついでになんかお店に買い物行ってくるみたいな言っていなくなったんですよ。だから次女と次女の旦那と甥っ子たちと私みたいな空間があったんだけど、その時にその着いたばっかで、私まだ兵庫着いたばっかで、はあ疲れたみたいななんかこのその兵庫で仕事やった後だったから、そうなんか今日楽しかったよみたいな話をしながら、紙コップにお姉ちゃんがみーちゃん喉乾いたでしょって言われて、はい喉乾いたって言って、紙コップに入れてくれてたのがビールだったからね早くないみたいな、まだ始まってないんだけどみたいな
だからお姉ちゃんが、いや、あの、私が料理しながら飲みたいからみたいな、唐揚げあげてて料理しながら飲みたいから半分飲めって言われて、はいって言って、でも私寝たんですよね、なんかあの疲れてて、だからその日は全然飲んでない、別に。そのお姉ちゃんに継がれた紙コップのやつだけ飲んでご飯食べてたら、もう疲労がその時すごくて、SKE さんとの合同ライブの周辺だったから疲労がすごくて、なんかもうご飯もほぼ食べずに寝ました。そうっていう感じで、兵庫に帰省してお姉ちゃんたちとはあるな。でもこの前あのパパも一緒に、この前って言っても1年前か、パパも一緒に、ママも、ママは寝てたな。そう、三姉妹パパでご飯食べながら、ご飯っておつまみ食べながらパパが、俺はな、娘とお酒飲むのが夢やってってずっと言って、三姉妹ではい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 ってなんかそういう時ぐらいしかならんかな、イエーイって。私がなんかお酒だけを楽しめない人だから、ご飯、お酒がメインじゃなくてご飯がメインじゃないとお酒を飲めない人なので、お酒だけをただ飲むっていうのが無理なんですよ。だから絶対何か食べながら、だから私が多分誰よりも、三姉妹の中では誰よりも飲めないし、そう、わかる？だからたまになんかお姉ちゃんとかは別に何も食べなくてもいけるみたいな人、わかんなくて、そう、無理になる。だからあの私がめちゃくちゃプク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 ってなりだしたら、みーちゃんお酒飲んでんだなってバレるよ多分だって何かを食べながらじゃないとお酒飲めないからこの体型をキープできてる以上は大丈夫そう、逆にめちゃくちゃ私がお酒好きになってしまったなら私危ないなと思うもん。何か食べながらじゃないと飲めないから、今お酒を好きっていう感覚が別になくて、メンバーとなんかクリスマス会みたいなのがあったらそういうのは楽しいなと思うけど、だから食べるんですよね、その分。そう、だからみーちゃんがおってなったら、もしかしたら最近みーちゃんってなるかもしれないけど、そんなことは多分ないだって家で飲むのはね、リンゴジュースだもん、目の前にリンゴジュースあるもんねその時は最近は酒美味しいって聞きます。そうね。わしが家で飲むのは水かリンゴジュースかカルピスぐらいよ。か最近はカフェオレ、カフェラテ。リンゴジュースは永遠に付き合っていく飲み物でした。だからなんかお酒だけを楽しい、お酒を飲むの、お酒の味が好きっていうか、なんかよくわかんないから、家では別に飲もうとは絶対思わん。でもうちのお父さんみたいにさ、仕事終わりのビールが人生の楽しみだみたいな人もいるじゃないですか。それが未だに、ま、未だっていうかまだわからない、わからないお子ちゃまです。うちのお父さんは仕事終わりに冷やしたビールを飲むのが人生の楽しみらしいってチョ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 ロチョロ、うん、ビールはきつい、やばくない？その考え、
怖い怖い。で私はまだリンゴジュースが一番好きもう25ですが、25ですがリンゴジュースが一番好き。ボサボサだ髪の毛が。炭酸も飲まなくなりましたね。なんかレッスン終わりとかに、もうそれこそユミコの卒コンのリハーサルの時期、朝から夜までだった。あ、その時はなんかお酒飲みたいじゃなくてエナジードリンク飲みたいだね。その時期はすごく炭酸を飲みたい日があったんだけど、ミチアサイダー買って帰ったりとか、人生で私コーラを買うことがもう片手両手にはないんですよ。片手ちょっと過ぎてきたかな。そう、コーラをその時期買ったりとかして、間違えてゼロカロリーの買っちゃって、うえーって飲んでそう、だからそれ以外の時は飲まない。エナドリとかほぼ飲んだことない人生だったから、その期間だけ飲んでて、ほんとその期間だけ、それ以降も癖づいたとかはないな。なんかね、エナージードリンクは求めてたかもしれないけど、それ以外はずっと水飲んでた。私がよく買う炭酸は三ツ矢サイダーかカルピスソーダ。ファンタとかは半年に1回ぐらい買うかなぐらいの頻度。コーラは徹夜のお供になる。徹夜をそんなしない。やることあったら早めにやって寝るのと、夜は水しか飲まないので絶対飲まない。で昔は水嫌いだったからジュースしか飲んでなかったあの ST 入る前、学生時代ジュースしか飲んでなかったけど、今は水を飲むことの方が多いし、もう普通の水、何々桃味の水とかじゃなくて本当に水。なんか昔は水とか好きくなかったからあれだったけど、今は水めっちゃ飲むからウォーターサーバー欲しいと思うなんかお姉ちゃん家、長女の家も次女の家もウォーターサーバーあるんですよ。いいなと思って。でもライブで飲む水は苦手です。なんかそれは味がどうこうじゃなくて、私ライブ中に飲む水は、水を飲むとよく乾燥、水を飲む方が喉が乾燥するので、ライブ中に飲むのはポカリ。なんか陸上公演の時期にビンゴ、ビンゴとかやってた時代の陸上公演の時代に水、まあステージドリンクって基本水なんですよね。水飲んでて、出る直前に水飲んだら逆になんかここに張り付く感覚があるというか無理で、でなんか公演だからスモークとかもちょっと焚かれとって、その相性が悪くて、なんか後ろ向きで待機してる時ずっとずっとあの後ろ向き待機だったから多分バレてないんだけど、ずっとあのやばいもうちょっとで前向かなきゃいけないみたいなみたいななりながらあの曲待機してたぐらい、あの本当相性が良くなくて、その日からなんかそれを相談してたりとかしたらポカリとかも始まあのあるようになって、そうだから公演中に飲むのは未だに水は苦手で、公演中とか動く時に飲むのは水が苦手でポカリとか飲んでる。それをマネージャーさんたちも分かってくださってるから、なんかみんなあのステージの横に水置いときますねっていう時に、みなみのやつは言われなくてもスポーツドリンク置いてくれてる。そう、ほとんどの全員ではないけど、ほとんどのマネージャーさんが理解してくださってて、その名古屋城でのイベントの時もステージの前に名古屋城かなドリンクあったんだけど、みなみだけポカリ置いてて
そう、それはちょっと陸上公演の時にあったトラウマがゆえ飲めないんですわ水。でもそれ以外の時は全然水飲んでます。そう、それ以外の時はね、ステージ中はまだ飲まないだけで。だからいろんなスポドリを飲んできまして、用意してくださってるスポーツドリンクが会場によって違ったりするんです。会場によって違ったりするので、ポカリも飲むし、アクエリアスもあるし、だからの時もあります。あ、今日はだからねみたいなさスポドリ2みたいな。そう、まあ、基本的にポカリですね。そうコンサートの時も私はポカリを飲んでます。まあ、会場によってあるのはそのうちの1本1種類だから、基本ポカリが1種類ある感じ。ただなんかマネージャーさんたちがこの会場にステージドリンクなかったからちょっと自販機で買ってきますねみたいな時は、あんまりアクエリとポカリがある自販機があんまなくて、だからを買ってきて、自販機に多分だからが多いんだろうね。ちょっとこの会場水ステージドリンクなかったんでちょっと自販機で買ってきますみたいな感じの時はだからだからないんですか？だからありますよ。終わったんですか？あの普通のだからじゃないやつか。普通のだからじゃないやつは未だに製造されてますよ。私が飲んでるから。じゃあ私は何を飲んでいたんだね。グリーンの方はありますよ。だからそれの話をしている。なのでね、ある気がする。緑の方そう、だから製造されておりません。私逆にグリーンの方しか知らないけど、知らんのやけど。で私は STU になる前までは栄養ドリンクイコール熱が出た時に飲むものと思ってたから、なんか健康の時にポカリとかを飲むとその時はなんか熱が出てるインフルエンザの時とか思い出して体調悪くなってたんですよなんか思い込みの力。私はその基本的にジュースを飲んでた人だったから、ポカリとかそれ栄養ドリンクを飲むの熱が出た時みたいな体調悪くなってた今はないよ。今はもうその体調悪い時以外はめちゃくちゃ飲んでるから、その思い込みみたいな擦り込みがなくなったけど昔は飲まなかった。なんかさ結構配信でちょくちょく話してるんだけど、まあ7年間で多分4回目ぐらい3回目ぐらいで話すんだけどさ、なんか小中高とあまり学校がねうまく通えない時期があってさ、でそれが始まったのが小学校6年生の 中期ぐらいで始まったのね、そのうまく学校に通えない時期が。その時にさなんか結構学校の先生とかも でその小6で始まって中1になったんですよ。中1になって、で中1になってもその感じが治らなくて、でも学校の先生とか理解あったから、もう私がちょっと保健室行ってきますって言ってちょっとなんかその場に入れなくなっても、なんか熱あるのとか熱ないといけないよとかじゃなくて行ってらっしゃいって送り出してくれたのよ。私2歳上にお姉ちゃんがいて、そう中3だったんですね。で私が保健室行ったら、そう保健室の先生もお話が通されてて、なんか私がちょっとお腹痛いですみたいな、ちょっと精神からくる腹痛だとしても
いいよちょっと寝ときなさいみたいな感じだったの。もしかしたらそのなんか何かが足りてないかもしれないけど、朝ごはん食べたみたいな、食べれてないで、じゃあちょっと甘いのっていうかスポーツドリンク飲もうかみたいなって、冷蔵庫から缶のポカリを出してくれたので、コップに入れてくれて、半分残ってるから半分飲めそうだったら後で飲みなみたいな感じで飲ましてくれたのね。で半分私は紙コップで飲んでベッドに寝てたのたらガラガラガラってドアが開こうとして、先生喉乾いたみたいな声が聞こえてきて、あなんかギャルみたいな人入ってきたなみたいな、待って聞いたことある声だなみたいな、あ今ねポカリ半分あるけど飲むみたいな、えみたいな、飲んでみたいな、多分ねこれあなたの妹が飲んでるって言って、あお姉ちゃんだみたいな、なんか私が飲んでたポカリをお姉ちゃんがなんかただただ飲みに来たって言ったお姉ちゃんだと思って、先生あの お姉ちゃんがえみたいなってカーテンガラッと開けて、何してるよみたいなそういやあのって、で私はそういうちょっと精神的な体調の悪さからだからあんまりなんか堂々と言えなくて、お姉ちゃんはちょっとそういうちょっとギャルみたいな感じだったからそう、私もね今までその保健室にそういうポカリがあるっていう存在すら知らなかったの。だから出てきた時にびっくりして、学校にあるのみたいな思ってたんだけど、それ家帰って言ったら、え私いつも飲んでるみたいに言われてそうえーみたいな、つえーお姉ちゃんつえーと思って、一丁目でしたそうせいであんねんで、あの冷蔵庫の中めっちゃポカリしか入ってへんねんでしてたみたいなあ知らんかったなみたいなそんなこともあった、そうつえーってなった面白い、そのお姉ちゃんも今は二児の母なんか長女はその学校なんかすごい、もう長女って小中高皆勤賞みたいな人だったんですよ。だからあんまりその絶対怒られると分かってたから秘密にしてたんだけど、次女は結構分かってくれてたから、次女には今日学校行けなかったっていうのを言ってて、だから次女だったからよかったよね。まあ長女はその時卒業してるんだけどさ、高2かその時、いや面白い、結構ね次女と中学校が重なってた中1、私が中1、次女が中3の時代はもういろんな思い出があってもう強いのようちのお姉ちゃん本当に。だからすごくなんか3姉妹同じ中学校なんだったんけど、長女がザ優等生頭めっちゃいい、テストも点数めっちゃいい、皆勤賞みたいな。でね、なんか部活の大会でも賞ばっかり取って、全校集会ではなんかいつも表彰状もらってる人みたいな人なのね。で次女がちょっとあの横道それてしまったタイプの人で、で三女がひ弱な三女が入ってきたから、そうめっちゃあの今まで、ね、石田家三姉妹を見てきた先生たちがなんか一番おとなしいねみたいなさなんかすごい真面目な部分は真ん中のお姉ちゃんよりはいいかもしれんけど、真ん中のお姉ちゃんの元気ちょっともらった方がいいかもしれんなみたいなさあはみたいなさそうだからね、なんかすごいそういう面では石田家三姉妹はすごく先生方には覚えられてて、末っ子としてはすごくいい心地のいい学校だった。あ石田の妹やろみたいな感じで、あどうもみたいなで私はそんな先生イエーイっていうテープじゃないから、あこんにちはみたいなさそうおしろかったな。だからなんかすごくお姉ちゃんがその陸上の選手だったんですよ。だから中1で長距離走とかあるじゃないですか、長距離で 2キロかな、2キロを走ってる時に、全然その私たちの学年の先生ではない陸上部の顧問の先生がたまたまグラウンド運動場に見に来て、私は勝手に知られてたから、すごい遠くの方から石田妹みたいな、
お前の姉ちゃんは何分で走ってたぞって言われて、知らんしみたいなさ。こっちは体力なくてさ、私本当体力ないんですよ。本当に運動神経の能力全部取られてるぐらい、こっちは必死なのに、なんかそう外の方で叫ばれて、恥ずかしい恥ずかしいみたいな、恥ずかしいと思って、お前どうしてみたいな、手抜いたんかって言われて、いや本気ですみたいな。めっちゃ覚えてる。そう、陸上部の先生。うん、けど企画的すごくめちゃめちゃよくしていただいてましたね。めっちゃ覚えてる。マジ恥ずかしい恥ずかしいと思いながら、お姉ちゃん長女にそれ言ったらめっちゃ笑ってて、私は結構その末っ子で恩恵も受けつつ、末っ子のせいで怒られたこともいっぱいあって、成功がゆえ、私って全部の制服お姉ちゃんたちのお下がりなんですよ。自分のために制服を買ったことがなくて、高校生もお姉ちゃんと同じ高校行ったから、自分のために制服をとか、卒業式の小6とかだとみんな可愛い服とかも全部お下がりで、自分のために買ったことないんですよ。だからお姉ちゃんたちは中学校とかは、高校は受験によってどこの高校行くかって変わってくるか変わるかもしんないけど、中学校って基本学区内の衣服から私が来るって分かるじゃん。私がそれを着るって分かってるのに、お姉ちゃんねスカート着るの。そうで、次女がもうギャルだったから、次女のスカートが一番短くてで、長女がマシかなと思いつつ、長女もなんか3年生でなんか切っちゃって、でも私すごく真面目な生徒で、そう学校もあんまり通えないくらいひ弱で、おとなしく生きていたいのにスカートだけ短くてお下がりと思ってそうだから私はすごく本当にこういう人なんだけど、スカートが短いせいで、なんか全校集会で体育館集まる時に、なんかドアの前に各学年のその指導の先生たちが集まってて、その列クラスが通っていくとチェックして、お前ちょっとこっち来いみたいな、スカート短いぞみたいな、ちょっと第一ボタンまで閉めろみたいな、なんかそういうなんかちょっとやんちゃしてる人たちが 列から引っ張られていくんで、私引っ張られてさそう引っ張られてしまって、あー引っかかったと思ってそう引っ張られて、お前スカート短いんちゃうかって、私たちの学年の先生が私のこと引っ張ったの。スカート石田ちょっとスカート短い、お前そんな子ちゃうやろみたいななんでそんなスカート短いねんって、私の学年の先生が引っ張ったのを、まあ2学年の先生3学年の先生は石滝三姉妹の末っ子って知ってるから、あ先生これは多分お姉ちゃんやんなって言われて、お姉ちゃんですそうやんな入ってえでって言われてお姉ちゃんのやつのせいであれやけど、お姉ちゃんがいたからちゃんと誤解も解けてすぐ入ったよ。そうこれはお姉ちゃんやんなって言われて、はいってじゃあごめんな呼び止めてみたいなさでもその時はさすがに学校から帰ったお姉ちゃんたちが怒った、ねえお姉ちゃんたちのせいでさみたいな、でもお姉ちゃんち2人とも大爆笑、ケケケケケケケ悪魔と思いながら悪魔めと思いながら、その時三姉妹結構仲悪かったからさ、そう今大人になって仲いいけどさ、昔は私も結構わがままだったしさ、ガムが強かったからっていう、本当に面白かったな。でもなんか楽天ポイント開いてんだよ、なんで。そう、そんなこともありました。なんかでもやっぱり今となってはこういうエピソードあるけど、お姉ちゃんたちが同じ学校にいるってすごく嬉しくて、今はなんか長女ともすごく仲良くて、長女の家泊まったりとかもうするぐらい、一緒にお風呂入ったりとかしたりとか、一緒にご飯二人でご飯食べに行ったりするが仲いいんだけど、昔はあの4歳離れてるから、まあ仲悪いとかじゃなくて、なんか接点がなかった
仲悪いほど喧嘩もしてないんだけど、なんか接点もなくて、なんか私は2歳上のお姉ちゃんの方が接点も学校も一緒の1年かぶるから一緒に学校行けたりして、そう仲良かったからめっちゃね、今はどっちもお姉ちゃんも好きだけど、そう2学年ん、今はどっちのお姉ちゃんも好きで、どっちがどうとかないんだけど、その小さい頃はもう真ん中のお姉ちゃん大好きだったのね。だから真ん中のお姉ちゃんと、1年学校か、学校1年学校が被る、もう中1が一番楽しくて、もう私もう本当に休み時間のたびにお姉ちゃんのクラス遊びに行ってたもん。うざかっただろうなと思う。私あの長女はお姉ちゃんで、次女は名前にちゃんづけなのよ、呼び分けとして、まるまるちゃんみたいなさ、中1の私。そうだから運動会とかもお姉ちゃんと一緒だって、そうだからなんかうちの学校のあるあるで、ちょっとヤンキーみたいな、ちょっとギャルみたいな人と、ちょっと運動に自信がない人とか、学校に通えない人が運動会で絶対競技に出なきゃいけないんですけど、その人、そういうくくりの人たちが絶対出る縄跳び競争っていうのがあって、運動ガチ系の人たちはリレーとか、 なんか長距離とか出て、ちょっとギャルの人とか学校通えない人とかが絶対なんか一番最初にある縄跳び競争っていうのに強制的に入れられるのよ。だから私もお姉ちゃんも、私は学校通えないジャンルで縄跳び競争で、お姉ちゃんはちょっとギャル的な意味で縄跳び競争参戦してて、だから縄跳びキャーサー入場みたいな、一緒に走ったよ。学年違うんだけど、まあ近いから走って、でなんか3ね1年生から走って、その後3年生だった。私ぶっちぎりの最下位だったのね。ぶっちぎりの最下位で、ちゃんと5位ぐらいまであって、その最下位、自分でその最下位の旗に行かなきゃいけなくて、その旗に座ってたの。ただまたあの例のごとく、あの陸上の先生、私にお前の姉ちゃんは何分で走ってたぞっていう叫んでた先生が、その縄跳び競争の管轄だって、あれ石田妹やみたいな、石田妹最下位かみたいなさ、言われて、あはあみたいな、この人苦手だみたいな、そう、一緒に最下位かって言って、お前の姉ちゃんめっちゃリレーのアンカーやってたぞみたいな、長女ね、あそうなんですね、ああはあみたいな。で喋っとったら次女が来たの、次女の番が来て、あお前の2番目の姉ちゃん走るぞみたいな、あ本当ですねみたいな、一緒に見るかみたいな、なんか隣で見てて、と2番目のお姉ちゃんぶっちぎりの1位だったの。なんでって、そうぶっちぎりの1位で、私と違って1位って書かれた旗の前に立ってて、でまたその先生に姉妹で全然ちゃうなって言われて、その先生 あの関係性が面白いから、私もそれ笑えるけど、なんか普通にひどくないみたいな。姉妹でここまで違うかみたいな、今となってはすごく面白くて、その先生大好きなんだけど、そうでなんかめっちゃ覚えてる、私が最下位で真ん中のお姉ちゃんが1位だった。で一緒に退場した、縄跳びキャンサーのなんか縄跳びキャンサーに参加した生徒起立、ま、なんかマレビ退場みたいな。一緒に走ってた。そう、え大丈夫ですか。楽しかったな。今運動会とかすることないからさ、そういう思い出とか見返った、その時はいろいろなんかあったけど楽しかった。私は結構運動会にあんまいい思い出がなくて、これはこっからの話も何回も聞いた人いるかもしれないんだけど、今日初めて聞く人も、ね、いっぱいいると思うから、それを気にせず話すけど、本当に運動会にいい思い出がなくて、中学校中1はそうなりました、そういう、中2は正直覚えてなくて、中3なんかなんかめっちゃ LINE 来るの。基本的に絶対長距離走があるんですよ、絶対長距離走があって、もう中1お姉ちゃんもいたけど、まあ、中2からまあ1人になって、中2の運動会の思い出は正直何も覚えてなくて、中3がまたね大変でよ。
中3が本当に大変で、なんか絶対長距離走があって、基本的にその長距離走に選ばれるメンバーってもうちょっと反強制的みたいな、陸上部の子とか、 なんかバスケ部の子たちが先生にどうって言われて、いや陸上部なんでこれは勝たなきゃいけないんでみたいな感じで、結構やる気、そっち側の言われた側の生徒もみたいな、運動会でも走らなきゃいけないのじゃなく、なんかいややりますやりますっていうタイプの方が多くて、1年の時も2年の時も自然と決まってたのだ、中3になった時に結構その部活以外では走りたくないですみたいな運動部が多くて、なんか運動部の論争が起きて、なんで運動部だからって長距離行かなきゃダメなんですかみたいな感じの始まっちゃって、私も帰宅部だからもう何も喋れんと思って私はあーって見ててまあ一理あるよなみたいな、その運動部だから強制まあひどい話よなみたいな、でもこっち走らないけんの、そうどうしようとか思いながらあーって聞いてて、だから担任の先生がじゃあこれはもう9時で行きましょうみたいな、その一番平等なのは9時だから皆さんの気持ちも分かるし、あの文化部だったり帰宅部の皆さんが立候補したくない気持ちも分かるので9時で行きましょうって言われてあーと思って、私あの廊下側の席の前から2番目だったので、女子列男子列女子列男子列女子列だったから、前も友達でさ、前なんか廊下側の2番目で、廊下側の人から先生が作ったくじを引いていきましたみたいな、だから私はぶっちゃけ2番目に引いたわけよ。で2人選ばれますみたいな、2人ちょっと当たりが入ってますみたいな、私はだからぶっちゃけ2番目に引くから、男子18女子17ぐらいだったけど、まあなかなかねないじゃないですか、そんな2番目に引いてそう2番目に引いてねと思って、で私ってこういう悪い運をめちゃくちゃ持ってて、もう2番目に引いて一斉に見ましょうってなったから中見れなかったの、みんなが引いてから一斉に見ましょうみたいな、で私はもう引いた瞬間なんか持ってる紙がもうなんかもう見えてないんだけど、なんかもうなんか変な容器を感じるというか、あみたいな、なんか前にいる友達にいない、これ絶対引いたわみたいな、絶対引いた、わかる、なんかわかった、もうわかった、もう見えないけどわかったみたいな、で友達も何も見えてないのにそんなんわからんじゃんみたいな、いやな分かった絶対引いたって言って、あの女性飲んでいた当たりって書いててもう私学校で学校にあんま通えなかったけど、クラスにいる時は比較的笑顔の子だったんだけど、そこで号泣してなんで普段あんまり学校にすら通えてないのに、長距離走って結構長いんですよ、その長距離って早く走っても数分かかるから、結構なんか注目種目なのに、普段学校にも行けなくて注目浴びれなくて学校に通えないのに、なんでそこで注目浴びなきゃいけないのみたいな、しかもよそのクラス全員運動部だったの、よそのクラスはちゃんと運動部でやってて、なんなら身体測定体力測定の長距離一番速いワンツーが選ばれてて、の中にさ、あの後ろから数えたら速いような私が選ばれちゃって、もう号泣したの、もう無理だ終わったと思って、なんかあんまり運動会毎回ちょっと不登校気味で通えなかったから、最後の年ぐらい頑張ろうと思ったけど、もうこれ無理だと思って、もう号泣してでももう運動部の子たちはもうやったーみたいな感じだって、もうやり直しもできんしお願いもできんくで、先生も石田さんお願いしますってなって、その日家帰ったのも泣きながら家帰って、だから先生家まで来てくピンポンって来たら担任の先生で、えっと思って言われてなくて、なんだろうと思ったら、その今日のくじ引きのことをな簡単に決めてしまったことをすごく謝ってくださって、そうだからなんかそのままされたらさ、いやいやいやってなるじゃないですか、でも実際もうその選手エントリーみたいなの出しちゃってるから、もう変えることも難しくて、だから頑張ってもらうしかないって言われたから、もう頑張ろうと思って、その運動会本番まで、私本当体力がなかったから、運動会本番まで土手で毎日走ろうと思って、友達誘ったら友達が一緒にやるよって言ってくれて、私そっから放課後毎日走ってたの、土手で
なんか2キロってどれくらいかなみたいな携帯でがあの目尻つけて、こっからここが2キロっぽいみたいな、じゃここからここをあの走ればみたいな、秒数分数数えてやっていけばなんか徐々に速くなるよね、体力ないけどって、本当に体力なくて、今はなんかアイドルやって踊ってるから徐々に体力もついてきてるけど、本当に今ほど今よりもなくて、特訓してたの。毎月放課後友達の家にそのまま行って、友達が自転車乗ってきて、私はそのまま荷物ずっと持ったまま友達の自転車のここに荷物乗っけてみたいな、走ってて、どれくらい特訓をしたか分かんないんですけど、ある時の特訓終わりに、もう本当にもともと体力ない子だから、足もなんかちょっとなんかもう帰宅部だし運動不足だったから、1週間ぐらいやるとすごくやっぱなんか足もなんか筋肉痛、変な筋肉痛になっちゃって、ガクガクみたいな、歩くのもちょっと帰るのもちょっとゆっくりぐらい足に来ちゃってて、そうでも頑張ってたんですよ、練習しなきゃと思って。だってもうなんか週なんかね、人の目にさらされる中で恥ずかしいものを見せれないしと思って頑張って練習した。でも足にやっぱ疲れが来ちゃってて、何日目かの練習の帰り道に階段から落ちてガクって、足に力が入らなくて結構てっぺんから落ちてザタタタタって言って足を捻挫して、あのその年の3年生の運動会長距離走どころか何の競技も出れずに終わりましたそう、足も結構なんか捻挫のちょっとひどいやつだって、で病院に行ったらその走ることは厳しいねってなって、その長距離走も違う人に買われたんだけど、もう全部の競技出れんくて、私3年生の運動会ずっと座ってたそう、でもなんか一応3年生女子のダンスみたいなのもあったから、それだけはなんか体重かからないように頑張って踊って、なんかなんだ悲しい人生と思って、まずこうやってくじを引いてしまうことも悲しくて、けど自分でもともとその不登校気味な自分を許してはなかったから、自分が自分で嫌だと思いつつもうまくいけなくてってな感じだったから、変わらなきゃいけないと思って練習したら階段から落ちて、でマラソンどころか全部の競技も出れなくて、なんか私大丈夫そうと思いながら卒業した気がしますギミリの写真集あり、あいや全然もともと買う予定だった。そうだからね、あんま運動会にいい思い出はないんだ。だから中1のその思い出と中3のその思い出が大きすぎて、中2は何も覚えてないしそうだからなんか変わる、自分が変わるチャンスだと思ってやったのがやっぱりなんか自分が予期しないところでうまくいってなかったから、それでもまた自分の人生になんか悲観的になって、もう私はやっぱ無理なんだってなって不登校に拍車がかかって高校生からも変わらんくて、なんか本当にすごい人生を歩みましたね。で今アイドルやってます今アイドルです。よっぽどじゃない限りお仕事休んだことないです、コロナとかインフルエンザ以外。そう、いろんなことがありました。本当に私ってそういう絶対引いちゃいけないくじとかは引いちゃうタイプで、自分のくじ運を信じてない。そう、私はこういう時に引く女だと思って生きてるから。だから多分この学校でこういうことがあったって話、実はお姉ちゃんたちも知らないと思う。もうね、中学生とかになると家族とか見に来てなかったから、お姉ちゃん、次女は、次女その時お家出てたんですよ、あの家出とかじゃなくて。
次女は高校がちょっと遠い場所だったから、それに近いおばあちゃん家とかに住んでて、その時期次女いなくて、長女はそういう関係地だったから、多分私が中3の時期にそういうことがありましたって、多分家族の誰も正直知らないの、配信で見て知ってるぐらい。私多分自分からこういう話をしないから。だし長女が鉄人すぎて、多分長女にこの話をしても多分理解をされないのよ。え、頑張ればええやんみたいな、なんか本当にハッピーな人間、なんかすごく根が明るい人間だから、いやみーちゃんそれは運が悪いんじゃないねん、神様からチャンスもらってんねんみたいな感じの人やから、長女に言ったところで理解はされんと思って言ってた。そう、長女強い、鉄人だから、そうみーちゃん変われるチャンスやんみたいな、そうだから言ってないし、なんか母とか父にもわざわざそんな自分の悲しい話を当時はできなかったから、今は全然聞いて聞いてって笑い話で今みたいなテンションで話せるんだけど、当時はなんかそういう 今ほどやっぱ明るくないし、今ほどやっぱ元気じゃなかったから、そういう自分の話も、いや自分持ってないよねって今明るく言えるけど、その時本当になんか自分の人生が本当になんかこういう感じになっていくんだろうなみたいな、もうそれで決めつけてたみたいなが話せんくて、今こう笑顔で話せてる時点でもういい人生歩んでんなと思うよ。え、長女はマジ鉄人。確かに。今強くなったね。体調も崩さんようになったし、やっぱ心から来る体調が一番しんどいんだなと本当に思う。心から来る体調ってすごくやっぱ理解もされにくいのに結構しんどいから、なんか中学校はそういう思い出しかないんだけど、高校からまたね世界も変わるから、楽しかった記憶はあるよ。高校は文化祭とか出てた。あのベビーカステラ屋さんやった、ベビーカステラ屋さんやったりとか、そう楽しい、高校の方が楽しかった思い出を作れた。あ、そう、トイストーリーのよく覚えてるね。そう、トイストーリー縁日みたいなやって、あの女子クラスだったから、ほとんど男子3人ぐらいのクラスだったから、あの専門的なクラス、普通科じゃなかったので理系クラスみたいな感じのちょっと特色的なクラスだったか、女子が大半だったので、やっぱ女の子そういうの燃えるんですよ。そう、だから楽しかった気がします。あんま覚えてないけど、ね、その高校時代は高校時代でちょっとなんか、高校時代も高校時代で健康的な人ではなかったから学校あんま通えてなくて、それによりちょっと人間関係とかちょっとぐちゃついたりとかもあったんだけど、その高校時代で今も一緒につながってる親友とかも得れたし、あの高校時代の先生のおかげと、先生の担任の先生がなかなか受験やめてオーディション応援してくれることなかなかないと思う。先生だから、いや受験優先しなさいっていう中で、他人の先生今があるからすごいよね。でもどの出会いが違っても無理だった気がする、今の私になるの。あと普通学校の先生だからさ、学を教える先生のとこっていうか、これから先の大学とかにつなげていくための高校なのに、受験やめるのを許してくれて、背中を押してくれて、オーディションの話とかも聞いてくれて、今も来てくれて、現場に尼崎のリリーベもいて。すごいよね、すごいよね、そう考えると。いい人生歩んでますね、私。
23時半なんだけど、びっくり。また私トロトロめっちゃ喋ってる。トロトロ喋れながら時間めっちゃ経ってるタイプこれ。それで受かるみーちゃんはすごいと言われつつも5回ぐらい落ちてますからね、他のオーディション。結構もうラストっていう、諦めようと思って受けたっていうのも過言ではない。なんか喉が死んできた。喉が死んできたかもしれない。なんかあと30分だから、あと30分ぐらい変わらんと思ってやろうかなと思ったけど、喉が終わり迎えるかもしれないので、40分になったら男女読もうかな。でも40分読み始めて45分になって、あと15分ならやっちゃえってなる可能性の方が大きいんだよな私。私の経験上40分読んだら45分、あと15分、じゃあもういっちゃえってなるよな絶対。じゃあもういいかな、なっちゃうんだよな。もう私は本当に短時間で終わるときはもう短時間で終わるって言っとかないと終われない人だから。今連絡が来た。ファンクラブ更新できました。すごい、4時間ぐらいかかってる。4時間はそう、3時間。3つに分かれてタイトルもメッセージになっておるので見てください、ゆっくり。すごい、270枚、何枚だ、1個100枚だから ちょっとツイートしようかな、さすがに。ちょっと1枚ファンクラブから拝借していい写真。あ、でこれファンクラブから拝借しないように、わざわざ使わないように送ってないやつかも。あ、送ってないやつだ、ファンクラブにないやつだ。あ、地味にファンクラブにないやつだこれ多分。この写真使おう。ファンクラブにてニャーポ、ニャーポッポの思い出写真たくさん投稿しました。200枚、かっこ200枚以上って書いておく。ぜひゆっくり振り返ってみてください。ぜひファンクラブにて、2でになってる、怖っ。
個人ファンクラブにて。これは本当に担当マネージャーさんにお礼をしなきゃ。個人ファンクラブにてニャーポポの思い出写真たくさん投稿しました。括弧200枚以上。ぜひゆっくり振り返ってみてください。確か一括ダウンロードボタンはないので。投稿するね。文章いいかな。個人ファンクラブにてニャーポッポの思い出写真たくさん投稿しました。過去200枚以上。ぜひゆっくり振り返ってみてください。ぜひゆっくり振り返ってみてください。ハッシュタグ ST48 とハッシュタグにゃぽっぽ、いけ。すごいね。これほんと一枚一枚追加してく。一括追加できないんだって、このファンクラブ。ほんとマネージャーさんありがとう。なんか毎回マネージャーさんに投稿お願いして、もうファンクラブのログインのやつこっちにくださいよと思ってたけど。そう、結構自分でできないっていうのがネックで難しかったりするから、自分主体にしてくださいよと思ってたけど、これはありがとう。これは本当にありがとう、マネージャーさん。結構いっぱいあります。 Y 版のやつとかも一応入れてないやつ選んだりとか、 Y 版来たっていうフォトも入れてて、その時に使ってない写真を一応間違えてなければ選んだつもり。これはもうアップする方が大変ですよね。しかもこれ背景のぼかし入ってるやつ全部やってくれてる。これありがとう。結構3つに分かれてて、一番最初のやつが結構昔の写真多め。例えば3つに分かれてるの一番最初、一番下にあるやつの右左右左で 1,2,3,4 ってやったら 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17枚目にユミコがお肉持ってアカリンが三つ編みの写真あるんだけど、これ多分アカリンが初めて20歳になったばっかりで、これアカリンが初めてお酒を飲んだ日の瞬間写真。とか船の思い出だったりとか、アカリン家でやってるもんじゃの写真だとか、なんか自分が半目だろうが載せてる、へえみたいな顔してるやつも載せてる、思い出だと思って。無謀な夢は覚めることがないの MV でみかんの写真持ってるやつとか、なんかちょっと順番おかしくなってみかん変になってるけど、ギリギリス人の衣装とかめっちゃ載せてますね。懐かしいや。でこれで厳選してるのが怖いよね。厳選？これで厳選は怖い。
怖い怖いになろうと振り返って見れるので、240枚ある、242枚ですよ、242枚あるはずです。1ページ100個で、100と一番最初のやつ、最後に来てるやつが42あるので242です。結構 SNS とかに載せたらいっぱい撮ったけどポーズ違いだからなんか載せれてないとかもあるのを本当に大放出、前髪大丈夫そうって感じだけど大放出して、これは笑うから前髪が、笑かさないで99142、あらすごい分かり方してるのね、それはちょっと存じ上げなかった。1個ずつ 100しか入らんって言ってたから100なのかと、それはちょっと私が知らないとこなので知らないです。でも一つ目99で、でも200じゃないじゃん。あ？何言ってんだ。99足す100足す42、241じゃん。ほらね。めっちゃ細かい女。241だよ、うん、あまりにも半目すぎて外されたと、あ、ワンチャンあるかもしれないね否めないかもしれない、でも何が外されたのかも確認するのがめんどくさいぐらいある。やっぱ島根旅をねあんま載せきれてなかったりとか、私一番好きなのが2つ目の投稿の島根旅の、こいつ探偵してるんでみんなで保存して探偵してくれていいんですけど、サイコロ切符で松江って出て、松江が出ましたって3人で撮ってる写真そのイチョウね順番考えたの、その松江だよって言った後に島根旅が来るようにしてて、これは私も振り返って私も泣くかもしれない遠距離保存版すぎるマジか、マジ何がマジか分からないけど、マジかマジか、でもなんかこうやって写真を振り返りよったよね、そうだからやっぱ一番私が見つけきれたっていうか、多分私も2017年からの写真はなくて、正直携帯を Android から
iPhone から iPhone の写真は全部あるんですけど、 Android から iPhone に変えた時代はだから 1,2 年の写真がないんですよ。2017年、2018年がなくて、一番古いのが多分あの頑張りますの赤じゃ青じゃの写真、2018年11月19日って書いて、あこれ全部2018年11月19日だから、多分2018年11月19日に携帯変えてるわもっと前なんだよね。2018年11月19日に携帯変えたから、移行できたやつだけ下からある、それ以降が2017年代のなんか最初の岡山県のライブとかの写真は一切ないんだよね。私陸上公園とか、そうで厳選してこれだけロー、これだけ、これだから、そうまあ私の髪の毛の編成もわかることでしょう。ゆみこ逆に髪型変わんないよね、前髪の分け方。髪の毛編成懐かしいな、全部これ全部船の上だもんなとか思ったら、ふう一番2017年写真が本当にない。ないわ、本当に今送ってるので一番最高の写真な気がする。探してみたけれども、でも振り返ってみたらやっぱ懐かしい写真は自分の携帯にいっぱいある。はあ、私もゆっくり見よう。え、もう50分なんだけど無理。あ、信じらんない。まあファンクラブに投稿したのはそういうふうに日にちで消えるものではない、年数経っても消えるものではないし、保存ができるのと自分たちの思い出だからちょっと大事なものだから全世界に公開、200枚もあるしね、なかなかできないから、そう。これ私が来るかもしれない、私が今日はなんか明日会えるしみたいな、今日はねまだ実感湧いてないしみたいな、私12月1日以降これ見たら私が一人でうううってな私への罠かもしれない今はさ明日会えるし笑顔で見送るしまだ実感湧いてないしできるけど、まだ12月これ無理かも一人で夜な夜な見てうううってなりながら多分笑うたびに前髪がこれは今度私の担当マネージャーさんに会うことがあったら、人によってはこの人ねって分かってる人ね、お話し会とかであんまりないんだけど、いたらあのファンクラブの写真ありがとうございましたって言ってよ、本当にごめんよありがとうって今言ったけど、私から私結構いろんな場所で言えるときは言ってる、ファンミーティングでもこれ私の担当マネージャーさんって言ったりとかしたりとかしてたので、とかパペットカルテットのイベントとか
もし今後もそういう場所があって、みんなにお伝えできる場所があって、みんなに言って、言えたら言っててくれ。だって8時ぐらいから、私何時に写真送ったんだ。あ、7時、19時41分に送って写真全部、19時41分に送って23時32分に終わってるから、もうほんと3時間だよ。3時間ずっと投稿してくれて、背景ぼかしてくれて、ありがとう。あかりんちのさ、あかりんちでもんじゃ食べてる写真、ポケモンぼかされてる。あかりんめっちゃポケモン揃えてた時期、ピカチュウがぼかされてる。私ぼかしてないから、ピカチュウ剣突っかかったんだ。ピカチュウがぼかされてます。ありがとう。ピカチュウいけると思ってた私。ひなが、ひながファンクラブ結構著作権関係ないよってひなが言ってたから、ピカチュウいけると思って気にせずのけたら、ピカチュウぼかされてた。さあ、これ背景がダメなのでみたいな感じで送り返してくるんじゃなくて、いや特徴がなんだかんだ鼻だれ声で一番のうーってなるのってオープニングなんだよね。曲調が、しかも暗闇とかさ、デビュー曲からずっと見てきたわけじゃん、ゆみこのあれを、全部おさ、今日で最後なんだとかいろいろ思ったらさ、ってなるよね。で、自分は僕が好みとか春夏秋冬と折り面ではないんだけど、曲調がやっぱめちゃくちゃいい曲で好きだからさ、ラスト暗闇、デビュー曲ラスト暗闇が最初の2曲目で行われるって考えると、みんなもじゃない、これは私だけの問題じゃない、みんなも出たる気がする。でもその後のペダルとかもやばいよな。でも私正直暗闇で由美子と近くなることはないんだけど、見えるんだよね、位置的に由美子のことは。あ、そっか、防波堤ジャンプ、私はラストじゃないけど由美子がいる暗闇防波堤ジャンプラスト。マジ船折りが一番やばいんだよ、多分船折りが目合わせるところめっちゃあって、そう最初の手つなぐとことかも、あー寝れるかな今日。でも寝ないと、由美子のやっぱ一番見送りたい日だから、一応自分も万全の体調で臨みたい。ああ寝るお風呂だから、そのために私は早くお風呂入ったんです。そう、寝るよし、なんじゃめます、リアルタイムランキング見ます。13位、柴犬さん。12位、アイジさん。11位ディネさん。10位シードブルーさん。サードピンさん。9位ホーユーさん。忘れられない最高のものにしようにします。8位バーバブさん。7位オッサンズサムさん、飛びマシーン。8位バーバブさん、あ、読んだ戻ってきちゃった。6位タキシさん、パチパチパチ。5位つよつよさん。4位カニ A さん。3位広島コーパセリさん。2位テリー P さん。そして1位はテレレレンテラエビさんでした。ありがとうございます。それではキャッチエイズしたいと思います。私がどこどこって言ったらここだよって言ってください。いきます。あれ、みんなどこどこ、
みーつけた、みーのことを押してみひん。ひゅー、ありがとうございます。兵庫県出身シュタミナミでした。ということで、明日現地にいらっしゃる方も、配信を見てくださる方も一緒にお見送りができたらなと思いますし、現地も行けなくて配信も仕事でって方はアーカイブも見て一緒に、で卒コンのアーカイブも11月30日までなので見逃さないように私のファンクラブは何日なっても残るので、ゆっくり見てください。写真は、頑張ります頑張ります。笑顔でユミコの目に映る STU48 石田みなみ最後の姿は笑顔で、みーちゃん強くなったから、今まで心配いっぱいかけてきたから、ドラえもんと一緒、ドラえもんに感じるのび太くんと一緒、僕が強くなければドラえもんが未来に帰れないんだ、安心して未来に帰れないんだの時と同じ心情、今までいっぱい涙を見せてきて、みーちゃん大丈夫かなって思ってくれてると思うから、大丈夫だよって頑張るよって、お見せできるように笑顔で頑張ります。今日も一日ありがとうございました。明日は配信尽きると思うので、また明日の配信で応援できたらいいなと思います。ありがとうございましたおやすみちゃんです。早く寝てくださいね。みひもちょっと明日の確認したら寝ます。バイバイです。おやすみです。あ、お話し会受付中です。あバイバイ、またね。ちょっと秒数わかんない。おやすみ。